今年の4月に松井直美さんとのデュエットソングを発売した。山本譲二さんが新曲を発売。中国の伝説の肥沃の鳥は一つの翼と一つの目しか持たないため、音鳥と面鳥が隣り合い、常に一体となって飛ばなければ飛ぶことができない。その鳥を題材に新しい視点で描いた。2021年12月15日新発売、肥沃の鳥です。思えば人生半分はお前と苦労。15日発売、山本譲二さんの新曲、肥沃の鳥でした。咲いた桜が咲いた、咲いた桜なら俺の心にも